第5番の部屋第2回目ですね。はい、一瞬止まりましたけど。札幌のリハ終わりでございます、はい、モールでございます。5年ぶりぐらいですか、じゃないですか、ワンマンでね、うん、でその前にはスリーピートザーノーベンバーショー、そう、対バンするためにモール行きましたけど、ツアーもね、2ブロック目といいますか、はい、沖縄、あと静岡、名古屋、四日市、三重ですね、三重、岐阜と、あ、ケンタの地元岐阜じゃないですか、はい、これは食っとけみたいなやつとかあったりするの？岐阜はね、ベトコンラーメンっていうね。ベトコンラーメン、ベトコンラーメンっていう、ベトちゃんラーメン、あのね、ベストコンディションラーメン、そういうの略なんだけど、だいぶ印象が変わるもんね。ニンニク、ニラ、お、もやし、そして、そして唐辛子、唐辛子が普通でしたね。でもね、あそこよりもね、ブロンコビリー。やっぱブロンコビリーが行きたいね。行きたい。やっぱ肉食いたいですから。ブロンコビリー知ってますか、皆さん？皆さん行ってくださいね。野菜もうまいし、うん、肉もうまいし。まあそれよりもですね、ケンタが地元にいた時にバイトしてたっていう。そうそう。何店？島店。ブロンコビリー島店で、あのバイトしてたらしいんですよ。そうです。なんでね、ぜひあの島店に行ってください。あ、そうだね。爽やか、ハンバーグつながりだ。爽やか、ね、爽やかって話は聞くけど、行ったことなくて。あれ、ないの？でも、でも一回行ったじゃん。行った。あの時、犬子ね、多分いなかった、うん、爽やかを知ってないと思う。なんで、美味しかったかね。でね、四日市、うんうん、あのソールドしてるらしいんですよ。はい、嬉しいです。まあ、地元の、その健太の地元の岐阜もね、うん、あのチケットをわずかみたいな感じじゃないですか、うん、確か、うんうん、なんでね、ぜひ、まあ、その健太の地元でお帰りっていう感じで祝ってあげてください。そうですね、僕たち祝わない分ですね、皆さんが祝ってあげたらいいかなという。でもまあこの中でその、沖縄と四日市と岐阜はワンマンが初めてなんですよね。ああ、うん、そうだね、うん、そうですよ。岐阜はやりました、ね、岐阜はやった、岐阜はやりました。沖縄なんてなかなか行けないですから、ね、そう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 。どうですか、沖縄はその過去1回だけライブしてもね、行きましたね。ご褒美とか言われて行きましたよね。まあ、首里城行きましたよね。首里城行ってね、記念撮影した時に俺が変顔で映ったんですよ。それがね、なんかもうみんなつぼったみたいで、その時ちょっと本当なんか神が降りてました。まあ、こんな感じで、2ブロック目ですか、中部地方、沖縄回りますのでね、ぜひ皆さんツアー遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。俺ね、パイオツで思い出した。ちょっと待って、話変わっちゃうから。じゃあ、パイオのテーマソングになってる曲を聞いて。ちょっと暗いけど。思う